さあ、えー、皆さん、お待たせしました。どうも、とびし連休の藤井ページです、えー。毎週ですね、ちょっとゲストの方に来ていただいて、ありゃ、これやとお話しさせてもらってるんですけれども、今夜もですね、えー、素敵なゲストがすでにスタンバイしてくれております。では、早速登場してもらいましょう。今夜のゲストは、封筒松原の封筒君です。どうぞ。どうもー。<laughs> はじめまして。す廊下ですか <laughs> いやあの玄関です。<laughs> なあ子供が小さいからなそうなんですよ。申し訳ないほんまあのーえー、玄関寒くない大丈夫？そうですねあのー、今、うんうん、電気モ持ってきて、ね。バッチリやな。<laughs> バッチリやな。そうですね暖房器具がないんでねやっぱ玄関は。ああそうかあのーはい、ますます申し訳ないわ。<laughs> 申し訳ない部分しかないわ本間。薄暗いでしょう。 さっきちょっと正面持ってきてくれたら階段しゃべりされた。階段しゃり。どう最近なんか聞いたらさあれですごいざっくりしたけど。え落語協会に入ってやったっけあっそうです落語協会です。はい漫才協会には入ってないのそうですね漫才協会には入ってないですね。 結構ほら、掛け持ちする人もいるじゃない。はい,はいはいはい。落語協会、漫才協会入ってて、落語協会も入るみたいな。はい、はいそ。それじゃなくて、もう落語協会のみ。そうですね。で、今、落語協会でだ出番をいただいてるんで、結構。あ、そうなんや。そうなんです。よどれぐらい出番もらってるの寄せでしょ、要は。寄せですね。うん、まあ、その10日間、10日間、10日間で 1, うん、うん、1>, 1ヶ月、はい、区切られて。うん るんですけども大体20日以上は今本当出させていただいてるんでこれ以上例えばまあ存在業界に入ってァンいただいてもそうやなあんまり僕らとしては寄席の掛け持ちになってもなそうなんですよ今はまあ別にいいかなっていうそんなに出てんねやすごいな いやありがたいですけどもね。うえはい今その色門っていうその落語家さんのアイマニュアル。そうな。はい漫才さんがちょっと少ないんでなではい結構出番いただいて。うん。15分やってますよ。15分やんな。あそこはな。はい。鍛えられるよね。ラそうですね。はいだから普通のライブ うん。まあたまに出て五分って言われたらめちゃくちゃ短いなと思って、ね。<laughs> 今本当にそうやな。つかみで終わっちゃうぐらいの <laughs> <laughs>。のあほんまいつ入ったの？いつ入ったの？<後>たのラゴイ教会。ラゴイ教会はなんか、うん、えー循環員っていう期間一年間。うんうん。いただいてそっからなんでその正解になった去年の10月です、ね。うん。 はい、2021年の10月。じゃあ、漫才する人が少ないっていうことラゴ会はうーん、そうですね。今は、まあ、その、いらっしゃいますけども、うん、何組かは。うん。はい。<laughs> まあ、解散されたり、<laughs> お亡くなりになったりとかってや <laughs> いう<や>、<laughs> 本当に。そうやな。みたいで。ー、ーあれ、誰かの弟子に入らなあかん、誰かの一門に入らなあかん。そうですね。うん、はい。 僕らは、はい文蔵師匠っていう一門に入れていただいて。いや緊張するよね、寄席って。あのしきたりが違うから、俺、その出させてもらった時もはいなんか、あの八方君がめっちゃ教えてくれたもん。あの八方師匠ル着る八方君が、あの人が落語芸術協会でさ、いろいろ教えてくれて。 何ちゅうかな、寄席の敷きでりとかわからんから、どっか隅っこの方に座ってたら、あそこはもうすぐ誰々師匠が来るんです。お気に入りの場所ですとかさ。え、それ、どっちですかえ、浅草園芸ホいや、末広亭の方やったかな。2階じゃないですか、末広。そうそう、2階、2階、2階。はい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 。2階の手前ですね、大体。はい、若手の色門っていうのは。僕の火鉢みたいなのがあるのはちょっと。 上の先輩が座るところなんでハードル高いとこなはいかといってこの手前の鏡の前いたら女流のいろもんさんがそこ座るから難しいよね難しいんですいや本当難しいよねはい意外やったなと思って入ったのがそう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 まあそう僕らもそうやって入れさせてもらえるなんか思ってなかったんですうん。なんかちょうどんかネットニュースで見たよ <え>米粒社協に勧められて入ってんの。<laughs> <laughs> はい。<laughs> はい。本当にありがたい話で。でもあれでしょ、やらしい話、別に20日間出てるからって、それで食べれるわけじゃないもんね、寄せてね。ですね、今は。昔はね、うん、やっぱ結構それでいただけてたみたいなんですけども、うん、やっぱそのお客さんがコロナ禍で減っちゃって、うんうん、割って言っても、お客さんの数で、そのギャラが配分されるんで。うんうん なので、今はちょっと厳しい,い、ね。厳しいよね。はい。そうなってくると、ほんまに、あれやな。こう、寄せの出番も厳しいし、なんかバイトもせなあかんしじてなってくると、あと子育てもあるから、はい、きつきつやな。そうですね。うん、楽しくエンジョイしてますよ。だ <laughs> いや。<laughs> <laughs> エンジョイして。エンして。玄関先で配信やりながら。<laughs> そうですよ。<laughs> お酒飲みながら。<laughs> そうですよ。くるえながら。 もともとはな、大阪の NSC やもんね。はい、そうですね。何期やったっけ ?18 期か。バイキングのちょっと下やな。そうですね、半期下ですね。バイキングさん17期なんで、まあ、秋入学っていうのがあったんで、うんうん、僕は秋入学なんで、うん、まあ、半年後輩で。 あ前も封筒に言うと思うけど、俺、そのバイキングとかの17期ぐらいまでしか知らんねんな、俺。はい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 、そうですよね、三島藤井さん。そうそう、そのぐらいに俺、東京に出ちゃったから。はいでもね、僕がその NSC 入った当初に、ちょっと半年ぐらい組んでたやつが。ンチでしょ、ランチいや、その前です。ランチの前うん。NSC だけでなんかネタ見せやってた。 っこい相方がいたんすけども、うん、当時組んでた。うん、その時になか三島富士さんのなどっちかに、何か可愛がられてるみたいな。え。話してましたよ。え。はい。可愛がられてる。可愛がられてる。<laughs> なんかまあ知り合いでみたいな話して,て。え、じゃ、三島君かな。忘れちゃったんですけども。うで、その後にランチを細分け。 そうですね。え、18期って、あの、今残ってるところで言うと誰なのいやいや、待ってください。あの、ファミリーレストランでしょ。ーレストランご存知みたいに。あの、元ジャンクションね。待ってください。今はファミリーレストランですけども。え、ひょっとして、滋賀県住みます芸人の。そうです。すみワングランプリで優勝したあの。ごめん、すみワングランプリの情報まではなかったわ。 本当ですかあと、ダブルエンジンの江トあっ江藤君、そうなんや。そうなんですよ、同期なんです。よあ、ほんま。はい。あと、浜辺のウルフ。あっ浜辺のウルフね。うーん。同期ですね。あ、そうなんや。大阪。はい。なんか、3人組かなんか組んでるやったっけあー、えっとね。なかったかな ?2 人組か。な、なんかね、その。あれじゃないえっとね。モストデンジャラストリオかなんか。 あれは違う多分そうです。僕もあんま、あんま仲良くなかったんですよ。あ、そうですね。人数多かったってことああ、そうですね。何人かいて、やってたみたいですね。大阪で。ほんで、その後、なんかちょっと組んでた人との後にランチを組むわけ。ランチっていうそうですね。はい。まあ、在学中に、はい、組みましたね。何年ぐらいやってたのそれ。ランチですかうん。ランチは6年ぐらいやったんですかあ、結構やってたな。 そうですね、うん、やりましたね。ベース吉本っ,ってことでしょ、じゃあ。もう、あのね、ベースが、まあ、2丁目、ぎりぎり出てましたね、うん、僕ら。あ、本当。その前はもっともう、あのくじ引き引きに行って、うん、くじくじ外れたらもうライブにも出れないんですよ。言ってた、言ってた、みんなそれいいよね。はい、だから、あの、はい、最初は徹夜で並んだり、みんなしょったでしょ、ライブに出るために。はい 2丁目の,の屋上に何かこういう抽選ボックスがあって大体ね4分の1であ、4分の3外れるんですか、ね、うわしんどっはい4分の1しか 1> し,んしんどっ、うん、<laughs> いやそうですよどっちがしんどいのって話な<え>鉄やな徹夜で並ぶのかくじ引きで外れるのかみたいなうん、うん、そこ、まあ、その運でもうふるいかけられんのか吉本はと思ってそうやなはい、うん 出たとて、その NSC も卒業したてでまあ受けないし。お客さん厳しいしな。はい。めちゃくちゃ厳しかったですよ。あ<ー>、はあ。結構当時はな、特にお目当ての芸人さんが出るまで結構もう、しれっと見とったもんな、みんなな。うん、ただね、お客さんは入ってるんですよ、ね。入ってたよね。 ねめちゃくちゃ入ってました。だから、半年間その卒業して、半年間その2丁目出れる期間はあったんですけども、抽選とか外れて、なんだかんだで、1、2回しか出てないですよ、劇場は。はいおんじゃあ、それ、出番外れたら、もうなんもないわけでしょ。なんにもないですよ。当時な、そんな自主ライブとかできるような状況じゃないしな。 そうただね、そ、えっと、ね時期をちょっと曖昧なんですけども、2丁目がもう潰れて、うん、そこから何にもなかった時期あったじゃないですか。あああのベース吉本ができるまででしょできるまで。はい、うーんで、NGK スタジオとか、先輩とかなんかライブやったりとか、うん、あと梅田花月でまあやってたんですかね。うんうん、でその もう本当に僕ら、その出たて、NSC 出たての芸人はどこも出るところがなくて、その間に、あの梅田の玉姫殿っていう結婚式場の一、うん、間を借りて、うん、ライブをやってくれるっていう社員さんがいたんですよ。えー、そうなんや。そこに僕ら出てたんですよ。うん、まあ以前以前のコンビで、ランチで,、うん、でそこで。 何回か優勝したことがあったんですよ。あすげえ。うん、なんかそのラン、まあ、そんなお客さんも入ってないライブなんですよ。その時に出てた並びで、なんか覚えてるそれこそ、ダブルエンジンの川合、チャン・カワイの方の前のコンビですね。チャン・カワイも NSC やったんや、はい、いや、あいつら違うんですよ。うん。多分 NSC 出てないで、多分その辺のライブから入ってきたんじゃないですかね。ああ、そう。 まあなので、まあ、後輩は後輩なんですけども。うん,うんうん。玉姫伝ライブで。はい、そうです。えっと、名前なんだっけな。<う>ほんと、玉姫伝ライブみたいな名前でしたよ。お<う>それがは、うん、まあそのベースできるまで、1>, うん、な1年ぐらいですかね、うん、やってたやつに出させていただいてましたね。れ、うん、で,で,で、でオーディションで僕ら、結構ね、ベース吉本のこけら落とし、うん が始まって、うん、ガブンチョライブっていうライブが始まったんですよ。うんうん、多分一発目か二発目の入れ替え戦でレギュラーになれたんすごいやん。うそうですね。多分めちゃくちゃ早かったですね。そのレギュラーライブに一発目に出れたうん、うん。すごいじゃん。ただそっからきつかったですけどね。本当にうん、うん、勝てないし十組でまあ回二組が入れ替えみたいな。うん 毎月やるようなライブ。しんどいよね。しんどかったあれ入れ替えで負けたらもう仕事ゼロやろ。そうですね、本当に。またオーディションライブの。しんどい。ピラミッドの一番下にされて。ああ。はい。一個ずつ上がっていかなきゃっていうライブ。<ー>はい。で、まあそのガブンチョライブっていうのが毎週月曜日にライブがあるんですよ。うん,う,んうん。で、4回通常ライブがあるんですけども。うん,うん。月曜日にライブがあって、 木曜日にネタ見せがあるんですよ。うんうん。北田ラジオさんの。わ、だいぶマニアックな回になってるな、これ。そうですね。元電車道な。そう、元電車道。人組。NHK 漫才大賞取ってるで。何て新人漫才大賞かなんか。ツッコミやられてた。いらがな、いらが NHK 出た当時ぐらいから裏方に回りはってな、結構いろんなライブの演出とか、ネタ見せとかやってる人でな。 まあまあ気難しいでおなじみのいやめちゃくちゃまあまあどころじゃなかった <laughs> めちゃくちゃ気難しかったです当時はうん、うん、まあこのこのチャンネルでのみよく名前が出んねんけど <laughs> うん <laughs>、うん、だから月曜日にライブ終わって、うん、木曜日のこのみ、えー、火水、まあ、ほぼ2日間、うん 2> うん、で新ネタ1本作っしんど、うん、しめちゃくちゃしんどかったですだから で月曜日終わって、カー吸いでなんとなくの形作んないと、うん、木曜日、ネタ見せあるから、うん、でもう本当に毎晩超えてもずっとネタ考えて。うん、うわ、しんど、うんはいで、木曜日、ネタ見せ終わって、そこから月曜日までの間に仕上げなきゃいけない。そうやなで、また3日間ずっとネタ考えて。うんうんうん でライブ終わ,ってあ終わったと思ったまたその2日3日後にまたネタミスあるんでまたネタ本当に本当にねその頃はもう目,目から血出るぐらい <laughs> <laughs> ネタ考えてましたねえらいもんでそれ続けていくとなんかあの受けへんようになっていけ <laughs> いやもうよくわかんないんだ要はネタがこう薄まっていくというかさはい、あうん、だからこう面白いのかどうなるかもわかんなくてうん でその毎月の最後にその入れ替え戦があるんで、うんうん、でまたその入れ替え戦用にまたネタ考えなきゃいけない。あちょっと待って、入れ替え戦は月1回ないはい。それ要は、その通常回でうまいこと、こうちょっと成績残さない入れ替え戦に出られへんみたいなこといや、だからまあ、そのガム長10組に入ってれば、とりあえず、その毎月のあ毎週の,月の出番あるわけね。うん、あるんですよ。 で最後の週にその入れ替え、ガブン女王ですを戦うを。で、その下のオーディションから上がってきた三組と戦うのかな確か。で、それでごっそり入れ替え。うわー、最後の。ちょっと待って、あのコメントで「北田ラジオ許さないチャンネル」って書いてるけど、別に俺怒ってるわけじゃないから。僕も怒ってない。俺、北田さんに怒ってるわけちゃうから全然やで。あの ABC お笑い新人グランプリの決勝で見てましたっていう思、はいとおえ、の ABC のランチで決勝出たのランチで2回出ました、ね。すごいなぁ。憧れの舞台やで、当時。ねえ、ありがたいですけどねもね。当時はやっぱっ大阪の情報が入ってこないから見れてなかったな、ABC。あそっかそっか、もうん、富士の東京にいたから。いや、だからそのガブンチョ時代っていうのが、うんうん、<laughs> そのガブンチョメンバーの中に、フットボールアワーさんとか、うん、 チュートリアルさんとか。それこそキングオブコンかやろウエストサイドやろウエストサイド。あそうです。だから、このチャンネルでおなじみのランディーさんとか。何先々週かな中から見てもらった。いたレギュラーの10組の中に、まあ、そのブラックマイネジズさんとかも。えのレギュラーの10組の中にそんだけ詰まってんの詰まってんすよ。その中に、じゃあランチも入ってたということ そうですよすごいじゃんすごいなビッビッキーズさんとかでそこで毎月入れ替え、うん、も,うもうほんと狭きもんに、うん 1>, でまあ、1年2年したら、まあ、上の先輩抜けていったりしてたんですけども、うんうん、だから本当に大変でしたねその時そうやろうなはい、うん、でその大変な中、うん、やっぱフットボールアワーさんとか m 1出たりとかあ 恐ろしいことに単独ライブとかやってましたからね。いや、すごいよね。いや、ほん本当、考えられなかったですね。いや、吉本の人らってやっぱすごいよな。m 1のさ、決勝とかの出た、フットとかチュートとか、誰か忘れたけど喋ってたら、決勝とか終わった直後ぐらいに、いや、ちょっと単独ライブ明日あんねんとか、いや明後日あんねんみたいなことを平気で言うたりするからな。<や> フリしますびっくりするよなそれをはい、旗で見てて、うん、クーラなんかはもう本当に楽屋がもうずっと24時間開放されてたんで毎晩いたんですよネタ考えて、うんうん、でフットボールアワーさんとか、うんまあ、例えば後藤さんとかが楽屋にふらっと来てジャガジャガってこうギター <laughs> とか弾<聴>く <laughs>。 こんな余裕あるんだと思って、いやもう詰まってんのやろな <laughs>。まあまあ逆にね、<ー>息抜きなのかな、うん、今思えばそうなのかなって思ってましたけど、うん、こっちから見たらこんなギター弾く余裕あるんだこの人たち。<laughs> <laughs>